人日本福音、ルーテル社団は、1909年に設立された法人である。アメリカ南部一、ルーテル教会の宣教師を中心とする宣教師社団、在日本アメリカ南部福音、ルーテル教会ユナイテッドシノッド宣教師社団の名称で発足。民法第34条に基づき文部大臣の認可を得て、社団法人として創設された。教育機関や福祉施設の設立、維持支援に取り組んだ。戦争の激化に伴い、1940年すべての外国人宣教師は、それぞれの母国に帰国。1941年、米国ルーテル教会宣教師社団から、日本福音、ルーテル社団に改称。役員、社員は、米国人から日本人教職信徒に変更され、土地、建物は、日本福音、ルーテル社団に引き継がれた。第二次世界大戦の戦災により焼失した教会堂、学校、福祉施設の再建が当社団を通して米国教会からの莫大な資金供与を得て行われた。私立学校法、社会福祉事業法、宗教法人法制定により、1951年、学校教育事業、社会福祉事業、宗教布教事業が別法人に移管され、宣教師の活動に関する資産の管理と宣教師、布教事業のみを行うこととなった。外務省からの要望を受け、1990年より国際難民受け入れ事業を開始。1995年、定款改正の認可を得て、青年国際交流奨学金事業、音楽によるターミナルケア奉仕者養成事業、国際困窮児救援事業、国際ボランティア事業等の開発に着手した。2013年1月4日より一般社団法人化。2013年4月、日本エキュメニカル協会よりエキュメニカル功労団体として顕彰された。ありがとうございます。